JR 東日本キハ100系、キハ110系機動車、東北エモーションと北エモーションは、東日本旅客鉄道が運行する、乗って楽しい列車用の鉄道車両である。新しい東北を発見、体験することにこだわった列車で、キハ110系機動車3両を改造し、列車全体を移動するレストランとして運用する。2013年2月、2013年秋。 以降、臨時列車として、八戸線にて、土休日、ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始を中心に、年間150日間程度運行される予定と発表された。乗車には大人1名を含む2名以上での事前の予約が必要で、旅行商品として発売するため、団体専用列車扱いの運行となる。従って、車両正面の種別幕も、 団体となる。2013年10月19日に予定通り運行を開始し、最初は2014年3月30日までの土休日の33日間で運行された。また、運行は1日1往復となっている。最初のシーズンの運行が好評だったことから、2014年4から9月にも50日間の運行が追加された。その後も半年ごとに日時を決定し、 現在も運行が続いている。特別企画として他の路線を運行する場合も稀にあるが通常の運行区間は当初から一貫して八戸、九時まである。下りは八戸駅発でランチコースが提供される。担当シェフは半年交代、メニューは3ヶ月ごとに変更を行い、再び利用したくなるように工夫している。上りは九時駅発で サメ駅到着までの間デザートブッフェが提供される。準備の都合上、往復利用の場合でも、久慈駅で一度車外へ出る必要がある。日時によっては、大量機などによる沿線住民からの見送りが見られることもある。八戸駅、久慈駅特別企画での運行八戸駅青森駅、八戸駅,八戸駅釜石駅、八戸駅、広崎駅,駅,駅車両のデザインは、 インテリアキッチンエクステリアの各々のデザイナーが東北地域の特徴を生かした思考でまとめられ移動手段としてだけではなく列車に乗ること自体を楽しむことを目的として企画された。東北エモーションの外観デザインは奥山清雪が代表の県奥山デザインが担当した。編成はキハ110系一般系機動車の3両を以下の通り固定編成化したものになっている。 なお、菊池の形式記号は、日本国有鉄道時代を通じても、初となった。菊池はディーゼル車両に属するが、エンジンなしの運転台付き食堂車という意味である。全車とも、各所に、津軽地方の伝統工芸や名産、特産に見立てたものを散りばめている。床式物や、キッチン窓には、伝統工芸の技法、小銀座し、オープンダイニングには、くじの名産である。 琥珀をイメージしたウォールライトなどが取り付けられ、東北各県の特産を素材とした料理を味わいながら、車両の室内空間も楽しめるように配慮された内装となった。また、備え付けのトイレを和式トイレから車椅子でも利用可能なバリアフリー対応の大型トイレに改造している。ありがとうございます。